それじゃあ地下室に、地下室じゃない、地下鉄に行きましょうか。ゴーゴー。じゃあさっきの鍵で開くか試してみるね。ダメだったらどうしよう、緊張するな。やったやったよ、深川さん、鍵が開いたよ。見ればわかるわよ。深川さん、シャッターを開けようよ、手を貸して。仕方ないわね。やったぜ。この階段を降りて地下鉄に行けば助かるんだよね。そんなのわかんないわよ。むしろ逆に危険に巻き込まれる可能性だって。じゃあやっぱり行かない方がいいのかな。さあどうかしらね。あ、深川さんがやめた方がいいって言うなら私はそうするけど、でもせっかくここまで来たんだし、それに他の逃げ道なんて心当たりないし。なあまどろっこしいわね。わかったわよ、じゃあ行くわよ。私の決定だからあんたはそれに従いなさい。ほらこれでいいんでしょ。行くぜ、ニューフロンティアへ。そういえばキラキラないな。後戻りしないと多分ないんだろう。俺行くぜ。なんでこんなに暗いのよ。暗いのは苦手って言ってるじゃない。大丈夫だよ、そんなに暗くないって。暗いわよ。十分すぎるほど暗いわよ。あ、誰かいないの、明かりつけなさいよ。弊社恐怖症や。弊社に暗社恐怖症。殺しやもん。ダイモン勝るか。俺っちは希望の戦士の超絶リーダー、超小学生級の体育の時間こと勇者ダイモン勝るだい。めっちゃ人気やな。いよいよ第一のボスか。そうなガキは。深川さんはテレビを見てないのか。あの子だよ、私に腕輪をつけた子供たちの一人で。一人なんて雑魚扱いせんな。俺っちは希望の戦士のリーダーなんだぞ。へえ。俺っちは威張ってばっかで隠れてるだけの大人どものリーダーぶった連中とは違えんだ。誰よりも勇敢に最前線に立って後に続く仲間と手下を引っ張る最高のリーダー、それが勇者ダイモン勝る様なんだい。だよな、俺っちって頼もしくってかっけえよな。すっかり酔ってるわね、ああいう風に周りが見えてないガキは。いきなりリーダーが出てきてビビったか。ビビってんだろ。まあ確かにな。情けねえな、やっぱチンチンついてないやつは弱虫だ。え、なんて。チンチンあいつチンチンって言ったわよ。チンチンって大きな声でチンチンって。そんな連呼しないでも。
ッチなの、大きなチンチンって。深川さんはちょっと言い過ぎかも。よっしゃ、じゃあ覚悟しろよ魔物ども。今さら犬みたいに腹を出して服従のポーズをしてもダメだかんな。覚悟って何の。決まってんだろ、ここはコロシアムだぞ。お前ら魔物を殺すんだよ。面白い。殺す？やってみなさい。あんたって圧倒的に知能指数が足りてないのね。コロシアムと殺すは何も関係ないわよ。え？古代ローマの円形闘技場コロッセウムの英語読みがコロシアムってだけよ。それも知らずにカッコつけちゃって。やっぱりガキね。知ってらい、今のは小粋な勇者ジョークだい。お前ら魔物のくせに生意気だぞ。大体その魔物って何なのよ。まさか私たちのこと。私たちっていうか大人のことなんじゃないかな。言えて妙だな。ああそうだ、お前ら大人は魔物だ。俺っちたち子供の敵なんだ。だから俺っちは希望の戦士のみんなと一緒に邪悪で小賢しい魔物どもを一匹残らず狩りまくって、そんでこの町に子供だけの平和な楽園を作るんだ。なんだ、なに、やたらマッシブな男どもが。あれなんだよ、もう見てわかんねえのかよ。こいつらは俺っちが勝った魔物だい。どうだ、すげえだろ、一億点満点だ。おまるダメよ、みちゃんダメよ。おまる見ちゃダメって言ってるでしょ。こいつらはちょっと産んで育てたってだけでこの客席にいるみんなを支配していた魔物だ。勇者である俺っちがそれを買ってみんなを自由にしてやったんだい。そんなに褒めなくってもいいって、リーダーとして当たり前のことしただけなんだからさ。君らも成長したらそうなるんやで。なんでこんなことができるの。あなたたちだっていつか大人になるのに、それなのにこんなこと。大人になんかならねえよ。俺っちは希望の戦士のみんなと約束したんだ。モナカちゃんと約束したんだ。汚くて醜くて臭い魔物になるくらいなら子供のまま死ぬんだって。子供のまま死ぬ。ほら聞こえるだろ、みんな俺っちに感謝してくれてるんだ。俺っちはみんなの勇者だから。俺っちが一匹残らず魔物を狩り尽くせばもう誰も怯えないで済むんだ。あいつの理不尽な暴力なんかに怯えないんで済むんだ。もう怯えないで。虐待でも受けてたのかね。やばい、トリップし始めましたぞ。怯えてるんだよな。怖くなんかないんだぞ。痛いのも暗いのも怖いのも酒臭いのも痛いのももう怖くなんてないんだ。痛いの2回言ってる。いくら殴られて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 ももう怯えたりなんか。やっぱり虐待受けてたのか。怯えたりなんか。あれ、なんだよこれ。おかしいな。くそ、止まれ、止まれよ。
分かったから話を進めてくれないかね。私は待たされているのだよ。やっと言うこと聞きやがった。黒塗りになっちゃってますけど。もうやめて、本当にやめてよ。私たちは魔物なんかじゃないよ。あなたたちに何もしないよ。言っても無駄よ。こいつら完全にイカれてるわ。深川さんに言われちゃうな。生きるとか死ぬって概念すらどうでもよくなってる時点でもう末期よ。お前らは体も貧相だし、まだ完全な魔物にはなってねえみたいだけど、でももうすぐお前らは魔物になる。空気が抜けたサッカーボールより最悪な魔物にな。どういう例え？だからその前に俺っちが退治してやるんだ。なんだ、リモコン？何？ロボだ。勇者ロー、マークガイバー。じゃないかし。なんで疑問系なの？いっけー、勇者ロボマークガイバー。薄汚い魔物どもを蹴散らしてやれ。やれるのか。お前らを殺して高得点ゲットすれば俺っちがデモンズハンティングの覇者だ。なんか防御の構えたってね。楽園もモナカちゃんも勇者様の総取りだい。弾が落ちてるってことは。胸のモノクマが弱点みたい。胸のモノクマ行っちゃった。弱点行っちゃったよ。行け。スキャリここか。そして魔物はお仕置きだ。弾をいただく。踊れ？聞くのか。無理ですよね。死ね、魔物は死ね。よっしゃ、くれくれくれ、撃つ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 。相当効くじゃないか。必殺メガドライブドリル。なんかやばい、なんかやばい。大して食らわないじゃん。魔物はお仕置きだ。あれどうやって避けるんだろうな。深川さん、踊れ！くらえ！超回転ドリルパンチ！よし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 ！弾だ。こいつで決まりだい！あれどうやって受けるんだ？わからん避け方が。こいつで決まりだい！何？させるかい！こういうことか。大事な部分が丸見えになったわね。なんだよその銃、なんでそんな武器持ってんだよ。貴様のネタは割れたぞ。
やべえ。死ね、魔物は死ね。撃つしかねえ、ひたすら。やっぱこれ踊れじゃん。何やってんだ俺は。踊れじゃねえか、もったいねえ。魔物は死ね。オラオラ。ここで死んでもやむなし。超回転ドリルパンチ。死ぬのか。行け。まだ死ない。弾を落とした。死ね、魔物は死ね。俺っちは勇者なんだ。勇者は絶対に負けないんだぞ。危ねえって食らってる。死ね、魔物は死ね。魔物はお仕置きだ。1回しか当てらんないか。いけ。くそ、近づきすぎてもダメ。死ね、魔物は死ね。当たるな。よし、バーカバーカ。くそ、なかなか隙を見せない。あの池の瞬間狙うしかないのか。バーカバーカ。無理だ。死ね、魔物は死ね。オラオラ。死ね、魔物は死ね。間違えた。バーカバーカ。弱点関係なしに踊るわけじゃないのか。くそ、弱点を狙うしかないのか。バーカバーカ。避けてくれよ。そして取る。全回復できるじゃん。絶望モードとは何だったのか。くらえ、超回転ドリルパンチ。魔物はお仕置きだ。死ね、魔物は死ね。くなんだ、戦法変えた。死ね、魔物は死ね。なかなか倒せねえな。必殺メガドライブドリル。嘘だろ。やったか。ハート落としちゃいかんな。エフェクトすごい。生きてた。あ、中に入ってるわけじゃないもんな。え、お仕置き？
ペラペラやな。雰囲気でもなさそうね。ということはまさか負けたお仕置きとかだとしたら趣味も始末も悪すぎるわよ。お仕置き何？何でもないわよ。それより今のうちに逃げるわよ。キラキラはないか。天井とかにあったりないな。結局罠だったのか。エロい。どうしたの？母さん、どうしたの？どこか怪我した？せっかく首謀者の一味に会えたのに、何も聞けなかったわ。白夜様の居場所も、それにあいつのことも。あいつ？あいつ？私はダメな女よ。ダメでグズでバカな女なのよ。そんなことないって。深川さんはダメでもグズでもバカでもブスでもないよ。言ってないよそこまで。ブスなんて言ってないわよ。勝手に付け出してんじゃないわよ。ごめんついうっかり。こうしてる間にも白夜様はガキどもの拷問に苦痛で身をもだえさせているんだわ。もだえさせて。妄想来そう。来た。俺は諦めんぞ。あいつが俺を助けに来てくれる。俺はあいつを信じてる。深川瞳子を信じてるんだ。大変だわ。確かに大変そうだね。でも本当にこれからどうすればいいのかな。そうだぞ、地下鉄がもうダメになったんだぞ。結局この地下鉄も罠だったし、もう行くところなくなっちゃったよね。あんた、何でもかんでも人に頼る前にもっと自分で考えたらどうなのよ。だって、まあ助かりたいと思うようになっただけ。ちょっとは進歩したのかもしれないけど、せめて周りを観察するくらいはしてほしいわね。何？あれ？あそこって確か瓦礫で埋まってたはずだよね。ああ、そうだったそうだった。通れるようになったんだ。どういうわけか、さっきのガキと戦ってる間に綺麗さっぱり撤去されたみたいね。じゃああそこから地下鉄に入れるんだね。あんた、ちょっとは学習しなさいよ。いくらなんでも都合が良すぎると思わないの？これが偶然なら、あんたはとんだ幸運の持ち主よ。これも罠ってこと？でもさ、あからさまに怪しすぎて、逆にもう怪しくないとも考えられるよね。どういう思考回路してんのよ。さんがやめた方がいいって言うなら私はそうするけど、でも
やめろなんて言ってないじゃない。どうせ他に行く当てもないんだし、罠かもしれないから覚悟を決めろって言ってんのよ。覚悟を決めたぜ。覚悟、覚悟完了。分かったよ。せめて明かりくらいはついてるといいけど、もし私が思ったのより暗かったらすぐに引き返すわよ。大丈夫だよ、私も一緒だし。あんたが一緒だから何よ、ふっと明るくなったりするっていうの。ん、白熊、こいつが助けてるのか。ん、苗木小丸殿、深川塔子殿、ゲーム達成度4、リトライ回数0、隠れキッズ発見数3、以上をもってあなたの戦績をここに評価いたします。総合評価230点。量、え、何これ。よく頑張ったな。とりあえず褒めておいてやるよ。お仕置き中。特別にこれからも俺のそばにいることを許可してやろう。嬉しくない。チャプター1、地獄の中心で愛を なんとかを叫ぶ魔王の終わり。 To be continued。ということで、これで、動画投稿可能範囲のチャプター1までをクリアしてしまいましたね。今のところチャプター2からは投稿禁止、ネタバレ公開禁止ということで、残念ながらここで一旦終了と言わざるを得ないですな。まあ何十周年か記念か何かでネタバレ全部解禁とかになればいいんですけどね。どうでしょうか。もう弾丸論破 V3 も発売されることですし、そろそろ解禁してみてはいかがですかと言いたいところですけどね。まあ解禁されてその時再び皆様とねお会いできれば、このゲームでお会いできれば、それもまた一興じゃないかなと思います。それでは皆さん、次回また会う日まで、お疲れ様でした。